治す薬を手に入れるため、盗賊団のアジトへと忍び込む一行。エルザは単身中に潜入し、見張りを倒す役を買って出た。下に見張りか。情報通りだ。寝ている。後ろからなら気づかれる前に攻撃できそうだ。お前何者だ。薬じゃないな。開きましたわ。薬。ありませんね。薬じゃないな。蔵まで建てて随分と溜め込んでやがるな。薬じゃないな。秘密のお部屋へご招待か。ワクワクするね。おいエルザ、これ見ろよ。これはゾロの旗。あの野郎、本土で見なくなったと思ったらこんなところで。なんだよそのゾラって。可愛い子なら紹介してくれ。煮ても焼いても食えない最低野郎さ。昔の仲間だよ。だけど今は。昔の因縁はさておき、今は薬を探すのが先ですよ。マナミヤの言う通りだ。お前らの喧嘩には後で付き合ってやるさ。ねえ、お頭、例の計画いつにするんで。そう慌てるんじゃねえよ。せいてはことを子孫じるってな。しかし、生け捕りにした魔物を放って町を混乱させて、その隙に盗みを働こうなんざ。お頭も相当な悪ですな。だろう。見たこと、ひどすぎます。許せない。そういう奴らさ、今度でも悪逆非道の限りを尽くしてる。薬のありかは、あいつらを締め上げて聞くとするか。エルザ、中は何人だ。6人だ。あいつはいる。反対側にも扉がある。決まりだ。挟み撃ちにする。俺とジャッカルで反対側の扉に回ろう。燃えてるな、クオ君。ああ、考えているだけでも腹の立つ野郎だからな。エルザ、合図を出すまで待ってろ。3つ数えたら行くぞ。誰だ貴様。なんだ貴様ら。
渦を巻いてて。久しぶりだな、ドラ。その髪型、これは成り上げ効果。誰が髪型だってね。なんだ、仲間に入れてほしいの。いいぜ、俺様にひざまずいて靴を舐めな。話はそれからだ。調子に乗るな、ひざまずくのマキ様だ。さあ、お前が最近手に入れた薬とやらを渡してもらおうか。ヌスットの上前を跳ねようってのか。結局お前も同類だ。うだうだ抜かすな、首が落ちるぞ。降参だ。薬はそこの棚にあるが、借り上げにはやらねえ。貴様、大丈夫。二人は、はぐれたのか。クォーク、ジャッカル。水の中に何かが。エルザさん、私が作る魔法の中なら傷を回復できますわ。ここから登れそうだ。あいつは昔、傭兵だったんだ。一緒に戦ったこともある。行き止まりか…何？ジャカル！やつを倒して、あの穴を抜けよう。ゾラは金のために俺たちを敵に願い、俺たちを殺そうとした。今では略奪、人身売買、殺しに密売、やりたい放題の立派な悪党さ。ウォークさんとは随分不思議のようでしたね。腐れ縁だよ、昔の友達。クォークは許せない。
コーク、無事だったか。当たり前だ。だが、いいところに来てくれた。どうした？今だ、切りかかれ。混乱に乗じて盗む、あいつの常套手段さ。